鉄板とは板状に伸ばした鉄鋼材料である板金の一種後半とも鉄板の元となるコイルと切断された鉄板鉄鋼製品の材料として加工される用途の他板の形状を生かして単独でも様々な工業用途に用いられる特に工事で掘削によってできる土壁が崩れないように抑えるために用いられる場合は焼板と呼ばれる 製鉄会社から出荷される後半は、大口顧客向けには、コイルのまま出荷されるが、小口の顧客向けには、卸売業者にてコイルを巻き戻し、専用の切断機で切断したものが届けられる。一般の鉄鋼所ではあらかじめ卸売業者の、企画切断品を購入して、製品を製作する。この切断された後半が、いわゆる、鉄板である。鉄板はその品質から、実企画品。 製鉄会社企画品があり、アルファベット記号と数字との組み合わせで記される。板厚は0 5ト、mm、ルから2 5ト、mm、ル程度が市場で流通している。高価なステンレスコーの板はさらに薄い0 3ト、mm、ルのものもある。圧縁の都合で鉄板の厚みは、とびとびの値を取る。0 5ト、mm、ル程度の白色に塗装されたものは、プレス機で円を加工して看板などに使われる。 0 2ト、mm、ル程度の青色に塗装されたものや、ガルバリウムメッキの施されたものは、波付け機で波板状に加工され、いわゆるトタン屋根などに使われる。なお、同線書向けの鋼板など、厚板に分類される鋼板は、顧客の注文に応じて一枚一枚、製鉄所から、鋼界から、厚塩加工シカットされた特大の鉄板の状態で出荷される。このため万が一、 造船所の注文で製造する、はずの厚板が製造されていないと、船体の、その注文された後半のサイズの分だけ、文字通り穴が開くことになる。このため、航路、天路の操業率を上げつつ、所定の厚みとサイズを持つ厚円厚板の納期を守る、管理には高度な工程管理が重要である。工程管理の円滑化とコストダウンのために、コンピュータ導入が早くから進んだ産業の一つが、 製鉄業である。このエピソードは NHK 新電子立国第8回コンピュータ製鉄脅威の巨大システムで1996年5月26日に放送された。詳細は鉄板を参照高い温度まで加熱できるので頻繁に調理に用いられる。日本には株に炎を当てて熱した鉄板で食材を調理する鉄板焼きという料理法がある。類似する 調理用具としてはフライパンなどがある。ホットプレートも参照。式鉄板は工事現場の作業床や地盤の保護などを目的に付設される鉄板。重機の走行や重量資材の仮置きに耐えうる、要 19mm、25mm 厚などの規格が利用される。まとまった数が利用されるため窃盗の目標にされることも多い。鉄板が硬いことから、硬いにかけて間違いない。 確実ななどという意味で用いられる。一方、厳しい、きついという意味で用いられる場合もある。生産単位が、天のの1バッチなので、汎用品種でもコイル一貫単位での売り替えになる。ステンレスの表面処理後半は、カットされた上で顧客に届けられることもある。顧客に応じて、製鉄会社、または、卸売業者にて製造もできなくはないがロットが、大きすぎたり、 加工賃が高価につくためあまり用いられない。鉄板9.6トンをクレームで盗むお金が欲しかった自営業の男窃盗容疑で逮捕。京都産経ウエスト2017年9月3日。閲覧鉄板。日本語族語辞書料理だけじゃない。鉄板の利用法。ありがとうございます。